はい、池田です。今ハマってる曲を紹介するというだけのコーナーです。最後にその曲を出るようにしときます。カバーカバー曲っていうのは結構世の中に5万とあるというか、すごいたくさんあるんですけど、本家そのカバー。その曲の本家よりもカバーのバージョンの方が。 むしろ好きというかそういうこっち <laughs> 本家の方がいいというか本家と同等ぐらいの凄さでカバーしている曲っていうのが世の中にはもうほんの少ししかないんですけど僕が思うにはまあそのうちの1曲がこのシド・ビシャスっていうセックス・ピストルズのベーシストの。 歌う「マイ・ウェイ」なんですけどそれが YouTube にあってあのぐ偶然というか何かおすすめで出てきたので「あマイ・ウェイ久しぶりやし聴いてみよう」っていうので聴いたらちょっと今ハマってますめちゃくちゃ <laughs> 中毒性があるというかこれが音楽のすごいところなんですよね。最初に言ったそのカバー本家を 超えてててるるといいうか本以上に聞いてしまってるカバー曲他には他のそういう曲を紹介するとハイスタ,ハイスタンダードの「初めての中とか <laughs> あと「スタンド・バイ・ミ」ジョン・レノンの「スタンド・バイ・ミ」この辺は本家 <laughs> よりもむしろよく聴いてるというか。 いいようにカバーできてるんじゃないかっていうふうに思いましたまああと番外編じゃないですけどその「マイ・ウェイ」美空ひばりの「マイ・ウェイ」もすごい <laughs> すごいなって思いますというわけで「マイ・ウェイ」を紹介する「マイ・ウェイに」に指導技その「マイ・ウェイ」にはまってますっていうだけの話でした以上ここに出るようにしておきます最後までご視聴くださいましてありがとうございました